クリストフ一世とその家族クリストフ一世はバーデン編共白。1503年に文家のハベルクザウセンベルク編共白家が断絶すると同家の領土をバーデン家領に統合した。セリンゲン家のバーデン編共白家ある一世とその妻で神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世の妹であるオーストリア大公女カタリーナの間に生まれた。 シュパイアーとフライブルクで幅広い学校教育を受け、1476年にはすぐ下の弟アルブレヒトと共にバーデン編ン教百領の統治者となった。しかし同年、アルブレヒトは相続分としてホッホベルク百領を譲られたため、バーデン編ン教百領はクリストフ一世が単独で治めた。クリストフ一世は1476年から6年にわたって、 自邸アルブレヒトと互いの相続した領地の境界線問題で協議を続け、1482年に最終的な境界線を確定した。もっとも、アルブレヒトは自らの領地の統治権を兄に返還したため、バーデン辺境百科の領土の一体性は保たれた。1488年にアルブレヒトは子供のないまま亡くなり、ホッホベルクの城と領地は、 名実ともに、クリストフ一世の財産となった。クリストフ一世の統治は、母方の親族であるハプスブルク家から大きな影響を受けた。偏境白衣を継いだ年から、クリストフ一世は部隊を引き連れて、叔父の皇帝フリードリヒ三世による、ブルゴーニュ皇、シャルルトシシン皇に対する戦いを支援している。その息子のマクシミリアン一世の下で、 クリストフ一世は勇猛かつ勘治に長けた名称として、ネーデルラントで高い評判を得た。マクシミリアン一世は、クリストフ一世に、ネーデルラント西部の統治を任せ、1491年には、メヘレンにおいて、金曜毛騎士団の騎士に助任している。クリストフ一世は1489年、シュバーベン同盟に参加し、同盟の理念である。 平和的共存に従って、ビュルテンベルクをはじめとする近隣の両方との友好関係を保った。平和共存を保つことで、クリストフ一世は、自らの両国の強化に努めることができた。1479年にバーデンバーデンに新宮殿を建設し、この宮殿を住まいとした。1490年8月31日。 クリストフ一世は同じセェリンゲン家の子孫で、男子相続者のいないハッハベルク・ザウセンベルク、辺境伯フィリップとの間に相続問題に関するレッテルン協定を結び、フィリップの死後は、クリストフ一世がハッハベルク・ザウセンベルク、辺境伯領を受け継ぐことになった。1493年、フィリップからザウセンベルク領の行政権を移譲され、 10年後の1503年9月9日に、フィリップが亡くなると、クリストフ一世が、レッテルン、ザウセンベルク及びバーデンバイラーの所領を受け継いだ。彼は素早くハッハベルク・ザウセンベルクの領土を占領して領民に忠誠を誓わせた。これにより、クリストフ一世は長く分裂状態にあった、セーリンゲン・家領を統合することに成功した。フィリップの一人娘で、 ヌーシャテルジョハクのヨハンナは、父の死後の1504年に、フランス貴族のロトラン公爵、ルイ・ドルレアンと結婚した。ヨハンナは、バーデン編ン教博家の支配を嫌う、ハッハベルク・ザウセンベルクの盗賊やフランス王家の支援を受け、ハッハベルク・ザウセンベルク編教博領の相続を主張。ヨハンナが1543年に死んだ後は、 息子のフランソワ・ドルレアンとその子孫のオルレアン・ロトラン、公爵家が請求権を保持した。オルレアン・ロトラン家は1581年、22万5000グルデンの保証金と引き換えにようやく、ハッハベルク・ザウセンベルクの請求権を放棄した。他方、ハプスブルク家もブライス・ガウ辺境百両に対する相続請求を行った。この対立は1741年、 バーデンドゥルラハ辺境博家が23万グルデンをハプスブルク家に保証として支払うことで解決している。クリストフ一世は晩年には心身ともに衰弱し、1515 15年には3人の息子、ベルンハルト、フィリップ及びエルンストにバーデン辺境白領の統治権を譲らざるを得なくなり、翌1516年には息子たちの貢献下に置かれ、 引退から12年後の1527年に死んだ。バーデン返境白領は、クリストフ一世の息子の世代で、バーデンバーデン返境白領とバーデンドゥルラハ、返境白領の2つに分裂した。バーデン家領は1771年、バーデンドゥルラハ返境伯カール・フリードリヒによって、再統合された。1468年12月19日、 カッツェン・エルン・ボーゲン・ハク・フィリップ一世の娘、オッティーリエと結婚し、マニ15人の子供を儲けた。で、アーブ・バートラッグ・イスト・イン・フォージャンダム・ビートラッグ・オブ・ジャ・ドラクト。ありがとうございます。